LR 君、リバプールなど片方のサイドバックがかなり攻撃的な場合、4バックではなく3バックとは言わないんですか？リバプールどっちを最攻撃的って思ってんだ？あ、アーノードってことか。でもリバプールの場合はどっちも上がってきますから。で、4バック、3バックっていうのはディフェンスのキャラクターで決めてるんじゃないですよ。そのディフェンスの時の布陣。4枚で守ってる、形をベーシックにするのは4バックという。で、3枚で守ってる形だと3バックという。で、現代だと3で横幅全部守るチームってないんですね。やられちゃうから。横幅が広すぎて。だから3の場合は両脇下がってって、5バックってなることが多くて、でも攻撃の時に低い位置に5人もいると、前で攻撃できないから上がってって3バック。だから3バックのチーム、5バックのチームっていうのは、結構使ってる人もふわっと使うケースが結構ありますね。